昨日キューズモード、カバフー撮ったの結構日差しは暑いけどな。じゃあ山梨でな。ピラミッドいいじゃん。あとピーマン、ピーマンがない、ピーマンないことは、ね、どこ、ここでしてこれしよう、これしよっか。じゃあ普通に考えてそんな袋ないのに決まってるやん。めっちゃ無駄になったん。早く言ってきて。袋に黄色いの中入ってる。またアホなことするで。ほんまに。こういうこと？そう。知らんかった。もうちょっと上にやった方がいい。方向です。住宅のところやん、めっちゃ。なあ、これ歩いて行くのちょっと死ぬやん。なんと、え、歩いて行くのこれ30分かかるんですか。30分はないか。荷物持ってるから30分かかる。怖い怖い。え？ここや。ここ。あ、トンカチ忘れた。え、どうしよう。この石で切っちゃいけどいけるかな。ちょっと練習しようか。無理やろ。え、ちっちゃすぎて1ミリも入らん。無理だって。1ミリも入らん。入るわけないやん。20年かかる。20年かかるわ。ちっちゃすぎるわ。これ。帽子の形が面白すぎる。素直に借りに行けよっていう話。右のやつ。
てるし。元気がなくなってる。もうマシやけど暑いな。コールマン狭そうですが、とっても狭、とっても狭そうですが夏はもうこういう仕様がいいね。風も通るし、こういうな、あっさりしてるけど、あっさりっていうか、なんもないテント立ててないから。そう、入るかな。はい、入った。こいつな、ちょっと使い勝手悪い。そう、あれすごい。涼しい。そこえらい生えてんな、ここ。ちょっと待って、かっこいいがいる。お、着いた。どう、涼しい？普通？なんじゃそりゃ。ほんまや。どこや。え、壊れてんの？なんで壊れた？去年もうそこと壊れた。出方何それ？おかしいやろ出方。うわ、めっちゃ水出るや。壊れてんねやろなんだけど。全部使えるぐらい使う勢いで。これ2年前に買ったやつ。はい。袋あったやん。ひどい。もうなんか結構スムーズについてるやん。ついてる。くそ、あつあつ。あつあつあつ。燃えた。あ、もう燃えた。早いな。ちゃんと見る。晴天の霹靂2000枚。これ2合炊けるんかな。水入るかな。でもこれご飯山盛りになりそうやねんけど、大丈夫かな。これで2合炊いたことないんよな。これもうモーラーナイフめっちゃ切れ味悪なってるわ。全然シャキって切れへん。うわ、切れ味悪い。ほんまに悪すぎる。全然切れへん。毎回なんか出て、全部機材買って。あ、これな、もう2年前のやつやからさ。多分もう結構湿気てるんやと思う。今日桃があったんや。ほら見てみー。山梨県の桃。あー、美味しい。あー、美味しい。え？見た。袋あったで。米置いて。着火。うまくいきますように。晴天の霹靂。油を買ってきてるわ、そういう油。油。水入れに直してた。
と足元めっちゃ暑いで、前の方が暑いか。完全に溢れてるやん。皿がちっちゃいから完全に間に合ってないやん。すぐめっちゃいい感じするやばい。いけたー、どうぞ。家に入ってんの？そうなん？やった時にそうちゃうんだ。はい、そうなんですか。中入ってんの？お疲れ様でした。麹レモン、すごい美味しそうやな。ちょっとないと思うけどね、結構いいだから。いただきます。うん、おいしい。ちょっと熟してるわ。ルーブタイム。最近見てる韓国のキャンパーさん。名前は何？知らん。名前がよくわかる。ちょっとあんまり映らんな。昨日ほとんど全容が見えんかったけど、こんな感じで寝とりました。風でこれ取れない。これもぐちゃぐちゃめくれてしまった感じ。ほら、動かない。
こっちから破ったら点数が破けるからダメって言われてるけど、でもこうやって普通破くときって何の商品かまず確認して手に取って左から破ると思うねんけど、どうですか？これはこう。右な、うん、だから右やとおかしない？全然開ける。めっちゃ開けにくい。こうやで、うん、手がこうだねで手がこうじゃなくてこう開けるから手がこうこう開けんねん。 こっちやったらシャーやん。いや一緒一緒。手こう、俺もこっちやっておかしくなるもん。ぶりのサーモン。もうこない。なんかサーモン。タコ美味しそう。うん。うま。